はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化街道高校投手、今回は相棒キャラ2人を入れてやっていきたいと思います。で、みちるちゃんの PSR プラグをお借りして、まあ、回復キャラをねもう1人入れてもちょっと回復高になっちゃうと思うので、経験点要因として今回は大悟くんを、連れてきてます。で、変化球はこの3人で稼いで、守るくんで、筋力ポイント稼いで、でグッサンで精神ポイント、あとは技術ボーナス持ちの2人という感じですね。っていうかさ、投手だとさ、あと練習試合が突破できないんだけど、今までにね2人殺されて、これ3人目です。ちょっと特にいい練習が来てないな。じゃあちょっと変化球でも、もう一応シュート覚えてたよね最初から。じゃあ虹谷の評価でも上げていきますか。いや本当にね、点を取ってくれないからね、練習試合で。そこが厳しい。グッサン、グッサンでいいや。勝ち運は今のところ取れないから、タイピン OK。 タイピンはね、守君も持ってるんで、急速骨の確率を上げるためになるべくタイピンは早めに掴んでおきたい。さて大悟君がいるね。多分次回復してくれるんだよね、みちるちゃんが。ただ評価的にメンタルだな。あと2種類目の練習全然見てねえわ。あ、グッサンが来たか。まあまあまあいいか。守るくん守備、神楽坂くんメンタル、他いない、そもそもいない。でみちるちゃん体力回復 OK で、コツ、みちるちゃんもいるし、神楽坂くん、ここはゲ喧嘩9ポイントがないから何も取れんわ。尻上がり OK。 どうする、対抗しとく、リリースからの大悟くん、みちるちゃん、ブレイクスルーが始まるから、ちょっとみちるちゃん評価を上げつつ、ブレイクスルーに挑みましょう。ブレイクスルーというか3回練習。ここはお腹が減ってないんで断っておいて、でコツ、グッサン、勝ち運が取れないよね。いかんせんちょっと変化球ポイントが少なすぎる。まあ、勝ち運が来たら来たでしょうがないよね。よしよしよし、2世の7光、これどうしようかな。これ一番下はね体力が回復できるんだけど、多分3回いけるよね。でここは一応敏捷ポイント稼いでおくか。よし、虹谷か。でもまあちょっと今は3回練習をやっておきたい。あー、どうしようかな、笑顔でいいや。これでタイピンも4になって、で1の逆襲が来るから、変化球を伸ばせないね。まあシュートで乗り切るか。ほい、さあ勝負だ、逆襲の市原。勝負するのは薬師寺か。リセットポイントはここでもあるよね。ここで金徳取れなかったらリセット。ここはそんなにね時間経ってるわけじゃないんで、まあ、普通にやっていけば5分くらいのところなんで、まあ、俺はただみちるちゃんのね PSR プラグを借りなきゃいけないっていうのがあるから、フレマラがまためんどくさくなる。あっぶね
今のマジで危なかった。よし、ここでねみんなの評価も上がってくれるんで、やっぱ序盤はちょっとね3回練習を優先的にやっていきたいですね。評価上がってくれたからかな。3人ともタッグが組めんだけど、回復してくれ。よし、おにぎりでも OK で、いやーここも美味しいけどちょっと3回行こう。次ブレイクスルー打っちゃおう。何にも来なくてもブレイクスルーを打って3回練習をこなす。またそんなすげえもったいねえっていうあれでもないしね。何にも来てなかったとしても、あ来てた、ダイゴがいる、ちょうどダイゴがいる。ちょっと待って、神楽坂君さすがに勝ち運リリースはもう取っておこう。知り上がり、リリース、勝ち運、復活ムーもいいや、取れるとき取ろう。重いからね、残しておくと、うわ復活重みたいなことになりかねないから。よしできれい。お、ここで回復が来てくれた。頼む勝て。負けた、回復量が少なすぎる。これだってもうどうにもならないもんね。寝るか、寝るしかないよね。だこういう時にね絆が結べてれば休息。ちょっと遅い。いいよ、守備か、微妙だな、守備3回はやりたくないからね。うん、どうしようかな。スタミナ、キキちゃん、スタミナ3回やるかどうかはちょっと考える。これ構わない。上いけなんかこういうところちょいちょい失敗すんね。虹谷はさすがにコツをつかんでおきたいので、まずはキレは回収する。お頼み申す、コツを。よし、コンコツとりあえず1回つかんだ。おお、いいねいいね。でグッサンはねマジで体力を削ってくるからな。いや無理だな、これ3回目がちょっと無理だよ。ゲージ的にも大してゲージないから遊ぼう。さてそこからの守るくんぐっさん、これは守るくんでいこう。プリーズ、ゲッ敏捷ポイントめっちゃくれんだけど。でちょっとコツ、いやー経験点的にはなここいいんだけどな。どうすっかな、でも守君は割とコツのイベント発生率が高そうだからね、ちょっとここにしよう。で順応 OK、 よし回復で、どうせここで削られるか。成功すればまた削られる。で待ってね、ブレイクスルーゲージがたまらないね、このままだとたまらないけど、どうしようかな。でストレート、クリスマスがね何にもないんで。で大悟くんまだ絆を結べてないからな。 7% かー、でもまあみちるちゃんで回復してくれるからやろう。
あ、絆いいと思う。間に合ったっちゃ間に合った。中吉、一人の場合大凶が起こるとね、赤徳がつくからね。よし、オッケー、ありがとう。これね、二人とも来るからね、かなり美味しいよね。で、変化球2回できるかな。自然回復、特にヘル系のイベントが来なければ大丈夫だ。これも体力減らしたくない。てか、まあ、持って持てが必要ないからね、そもそも。憧れの投手、あれ順応だったっけ、真ん中って。じゃあ一番上でいいや。よし、これで確実に OK で、ちょポイントが溜まりつつあるから、コントロール D にしとこう。 あと低め取るか。あ、脅威の切れ味も取っちゃおう。で、低めと、あとはバント封じももらっちゃって、順応も取って、2人強さは2で、ブレイクスルーを使うかどうかは使うか。で、ほい、すいません、ちょっと録画の画面が一回止まっちゃったので、現在2月の1週になります。で、3回練習をするのか、変化球でタッグを組むのか、コツもあるしね。ただですね、コントロールコツはもうすでに5になってるんで、5になってるとはいえ、奪三をね、掴みたいんですよ。そういうわけで、こっちよし、 OK、 これで骸骨も掴んだので、で、2月の1週か。で、2月の2週はじゃあ無理やり練習するか。あれ、ブレイクスルーが打てるんで。で、グッサン、マモルくん、これはマモルくんだな。ブレイクスルー打とう。ちょっと合宿が厳しそうだね。よし、球速コツで走り出したから上げていかないとね、球速を。で、体力温存しないといけないんだけど、いけないんだけど、寝るしかないもん、これは。で、球速を上げていきます。148まで上げよう。ギリギリだったな。で、寝る、もうこれは。お、 OKOKOK、 上げといてよかった。連続で起きるとは。合宿中にもうちょっとみたいなことも思ったけど、で、あとは球速コツ掴んだ。球速コツが来るまでは球速を上げないって言おうとしたけど、まあ、144、まあ、最低144あればそこそこの成功率があるんで、マインドブレーカーは。よし、これも耐えた。虹谷どうしようかな。守君、敏捷なんだよね。微妙だな。脱三後にするか、経験点を取りに行くか。脱三、技術結構使うよね。まあ、いっか。で、ドクター系も取っちゃおう。で、これさて、もうさすがに無理だ、これは。メンタル合宿が微妙。せめて OK、 回復してからの、なんかできる、グッサン。あー、どうしようかな。ちょっと変化球は重要だよな、コツがあるとはいえな。もう一人いてほしかったね、ここに。いや、こっちか、こっちだな。さて、鬼門の鬼門の紅白戦、
マジで何なんだこれ一体。スタミナ。あれ、俺ってそもそもさ、先発だった？どっちこれ。え、わかんねえ。え、わかんねえ。マジわかんねえ。マジわかんねえけど、スタミナこれは少なすぎるから、いいだな。最低いい。で、マインドブレーカー取っとこう。マインドブレーカー、あ、17か。敏捷ポイント。先手必殺も、取っちゃおう。利用書もちゃんときちっと締めていこう。で、変化球は2種類持っておこう。まあ、ちょっと安定のカーブ。よし、これで臨みます。怒り守るじゃねえかよ。1点取られてるよ。しかもノーアウトとかさ、ほっとやめてほしいんだけど。危ねえ。こいつは結構打ってくるからね。げっ、しかもここ揺さぶってきた。ナイス。いやー、今のはめっちゃ動揺した。オッケー、マインドブレイカー、薬師寺か。お前の心もへし折る。ほら、フレッ、やるな。俺の心がへし折られそうだ。いいね。きっと2本しか打ててねえじゃねえかよ。どうなってるんだ。まったくトシ君がマジで活躍してくれないとうちのチームは終わるからな。痛い。ジャブねえ。しかも前村完投してるじゃねえかよ。いやー、よく1点で抑えたよ。危なかった。取ってくれて1点だからね、本当に。で、神楽坂くん、どうしよっかな。ブレイクスルーゲージがでもたまりつつあんのか。じゃあやっとこう。よし、打たれ強さで体力を回復はしてくれたけど、ボスでブレイクスルー打っちゃうんだよね。ブレイクスルー打っちゃって絆を進めていこう。一応守備ができる。大悟がいるからか。うーん、どっちだろうな。敏捷はもういらないんだよな。こっちだな。普通に急速でいこう。でどうする。阿久津かもな。緊急登板。いや、これ無理だよ。ちょっともうさすがに無理なんで。じゃあ大悟くんでも進める。大悟みちるちゃんでいいか。あー、これ大悟くんを、大悟くん終わらせちゃう。回復しないのかこいつは。経験点系だからね。一応見るか。もったいねー。回復しときゃよかった。回復ってか練習できる体力量はつけておこう。で、3つだな。うん、ダブルとはいえ、ダブルとはいえだからな。終わらせよう。大悟終わらせよう。最後は回復するのか。ひどい。虹谷みちるちゃんがいるか。こっちだな。
ね、経験点がいいよね、グッサン。コツのイケイケだし、よしよしよし、これも3回やっていこう。いいねいいね、来てるね来てるね。ではではでは、ちょっとコントロールを上げていくか。コントロールってなんかで上がんねえかな。ちょっとね、球速も上げておきたいからのこれ。でやる人気者。あ、これでコントロール上がんのか。怪我しにくさ。そして何にも来てないな、何にも来てないから。いや、何にも来てないとはいえゲージがちょいちょい溜まりつつあるのか。ほい、やる気上がった。でメンタルか、スタミナね。ちょっと球速は普通。3人3タックになってた。どうすっかな、やろっかな、やろっ、ブレイクスルー打ちます。あ、ちょっと待って、大丈夫これ、変化球。やべやべやべ、溢れた。しくじったしくじった。そこから3回いけっかな。またありがとうって回復した分持ってかれた。メンタルどうすっかな。 17% はちょい危険なんだよね。サボり癖用にこれ持ってきたんだけど、もう7月だからな。飲んじゃおう。これで3回練習をやる。でコントロールやっぱりちょっときついよね。これで球速が上がるんだっけ。よし、もうここはみんなの力を信じるよ。サクッといきます。さすがだ。やっぱトシ君キャッチャーいいよね。いいで全然ね、スタミナが足りる。ポコポコ打たれなければね。でどうすっか、回復しておこう。結構あれが減っちゃうけどしょうがない。守るくん、大悟が何気にさ評価乗ってないんだけど、大丈夫これ大丈夫本当にこれ。ちょっとまあこれはやっとこう。でもあ、そうか、こいつ敏捷か。頼むぞ、ここもサクッと。で、打たれ強さ取って、あとはコツをつか、勝利の星。緊急登板はなんかいいや。速球プライドか。野五郎くんって球速いくつ出るんだっけ。取っとこう。154キロだ。155、156くらい出た気がするんだよね。いや154、高校生で154あればそりゃ速球プライドさ、けー終わった速球プライドあるよ。
ダストに打たれたんだよ。お前の心をへし折る。俺のプライドに火をつけたな。海道追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で水上、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。いいね。見逃し三振。よし。海道同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で池が球威が上がってさ、ちなみにどういうことなの？球が重くなるとかそういうあれではないよね。おい、記録はライトのエラー。ライトのエラーです。投げた投球ストライク。さすが年盗塁を阻止しました。投げた2球目ストライク。第3球を投げた見送ってボール。外に出る。投げたシュートはボール。投げましたボール。やばい。第6球を投げました。打ちました。粘りすぎだろこいつら。これから7球目。オッケー。最後はキレのある変化球。宮川ワンアウト。あぶねー。優勝決めました。いや強かったよ野五郎くん。君はでどうする？グッサンかワンタックだからね。もう3回とか関係ないしね。ちょっと甲子園に入った時の練習用のために体力を温存しておきましょう。でコントロール守るくん、ダブルタック守るくんだな。いけ、忘れてた。毎回言うけど敏将だったんだ。敏将が溢れてしまう。ああとあれか。いやきつい。え、ちょっとこれさ、あれが無理じゃない？ブレイクスルーが。よし、まあなんとか勝った。で、え、これ無理だね。たまらないね。玉持ち。あ、たまってる。ギリギリたまってた。あと何覚える？まあ、やっぱり玉持ちはちょっと取っておこう。で技術が足りん。なんかエラー多くね？別にいいけどさ、もうエラーしちゃうもんはしちゃうんだから。高校生だからね、しょうがないよ。で何しよう。まあ、ここで行くしかないか。ジャストフィード。でまずコントが102にしておく。で変化球ポイントが余ってるといえば余ってるからこれ。いやちょ待って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 。球速、筋力、さすがに守る君がいるとすげえな。え、ちょっと待って、大丈夫？変化球、
技術が若干足りてないんだよね。手応え覚えるか。じゃあはい、まあ、これだったらさすがにエピローグポイントとかでも筋力が溢れるかもしれないけど、お待たせいたしました。なんかめっちゃ速いんだけど、それはそれでいいけどさ。見送ってストライク、簡単に2ストライク追い込んだ。内角ボール球打った。ビクター。これでワンアウト。ビクターもね、打者としては強いからね。普通に。第3球を投げました。よし、この超際どいところ。コントロールには自信がある。第2球。見送ってストライク。一球一球。こっちは外して。止めて投げ込みます。マウンド上は宮川。第4球を投げました。見送ってボール。投げました。天の際どい球。ボール。投げました。オッケー。低め見逃し三振。いや早かった。最後だけマジで早かった。これって100でしょ。やべ、筋力あふれんな。いやでも500はくんないか。どうしようかな。先発にするって言われてもないし、中継ぎにしよう。復活があるからね、もったいないっちゃもったいない。経験ってくんなかった。それは溢れないわ。じゃあうん、まあ11000、もっとハマればね、もっといくと思うんで。ちょっと変化球が異常なほどあるんだけど、カットボールとか覚えてみる。どこまで伸ばせる。3か。技術が足りないわけではないか。じゃああとはその球速をどこまで伸ばせるか。ダメだ、足りねえ。スタミナは D で、そういえば怪我しにくさ、取るしかない。これを他なんかある。根性取っとく。さすがに投手は取れないから、変化球、あ、全開がいける。これしよう。ちょい技術不足だね、やっぱり。総力ね、ちょっと守る君が守備だったからな、そこがまあ何とも言えないところではあったけど。名前を決めて、コーン102、マインドブレーカー持ってるかな、マイブレみたいなの入れたかったんだけど、まあいいや。はい、 OK です。というわけで、先発 SS、 先発じゃねえや、中継ぎ SS1 が出来上がりましたと。あ、ちなみにね、今回左で来てるんで、まあ、左でね、左だとね、やっぱどうしてもちょっと初期能力が下がっちゃうんで、まあ、それで、SS1 を作ることができましたので、まあね、強化街道はね、強いっすね、普通に。強化街道プラス、相棒2人が、あとタックがね、めっちゃハマってくれればね、多分夢はあると思うんで、まあ、今回もね、普通に1万1000超えましたので、まあ、1万2000、1万3000、まあ、すごい人だとね、1万5000とかもいけると思うんで、あとちょっとね、経験点が溢れちゃったところもあったりするんで、まあ、強化街道高校ね、まだ1週間くらい、1週間以上か、ありますので、もうどんどんね、経験点を出せる選手を作っていければと思います。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。そうか、あと普通の能力がこんな感じですというところです。